2023年5月1日の、早朝5時です。いやー、タラの芽がもうだいぶ開いちゃいましたね。いいのだらけです。もうタラの芽の天ぷらだけ何日食っているか、ほぼ毎日のように食ってます。こんな感じのタラの芽ですが、もう欲しい人はいないかと思います。道路脇まだ出るんだという感じです。まあまあまあ、よし。今日はここに関わり合ってないで別のところを行きたいんですが、ちょっとここは道路脇です。割といいのが出てたんで、ちょっとまあいただいていきたいと思います。時間がまだちょっと、今日は少しだけ早めに出てきたんで、うわ、もう泥だらけでやだ。ほい。よいしょっと。ちょっと上まで上がらないでおきます。よいしょっと。太いやつだけいただきましょうか。まあもう 2,3 日するとまたもういい感じになるんじゃないでしょうかね。ちょっとだいぶ、まあ、取り残ししてますが、
まあ、太いやつ私がいただいておきますと言いながら細いのも、いやー、やぶが、ててててて、おお、足元にふっといいやつが出てますね。まだ子供です。はい、ここをやっぱり出てました。うん、よいしょ。まだ出ますね。ほい、あ、ほい、ははえ、木の陰にすごいのが出てました。よいしょっと。まあまた例によってちょっと次へもう一箇所行く予定だったんですが、行けないかな。はい、うん、ちょっとすごい出てますね。うん、こういうとこって時間だけかかって、ほい、いや、ははは、うん、よいしょ。よいしょっと、ははあ、いいのが出てますね。こういうの一本線って言うんでしょうか。よっこらせっと、前区長さんが、この前私たちが行った、うん、ポイント D ですが、行って結構な量取っても死にそうなぐらいだったという話を昨日してました。うん、
さあさあさあ、はいはいはい、よいしょと。よいしょ。で、うん、よいしょ、はい、うん。よいしょ、はい、うん、いけ、うん、よっこらせっと、ほい、うん、めちゃくちゃ取り残しがある感じではあるんですが、ちょっともうかなり大きくなっちゃいました。硬い感じがします。うん、よっこらせっと、いやいやいや、上の取りやすいところは前区長さんかな、取ってたみたいです。ちょっとこの斜面は、斜面はいただけないですね。よし、まあじゃあ私が斜面をいただきましょう。うん、はい、いや、
竹とか梅ですが、よいしょっと、よいしょっと、で。斜面にへばりついてですね、こんな感じで撮ってます。はい、ちょっと片手離してやるとずるずるいっちゃいそうなんで、おい、は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 い、よし、そろそろ、いや、ああ、ちくしょう、ちょっともうでっかくなっちゃったんですけど、これもギリいけますかね。はい、いい、ここはこんなもんでいいんじゃないでしょうか。ちょっと嫌になっちゃった感はあります。はい、はい、うん、どんな感じで行けばいいのかな。よいしょ。はい。はいはいはい。いや、うん、あら、
よっこらせっと。いや、これはちょっとあれだな。うん、さっきのところに帰ってきたかな。よいしょ。よいしょ。はい。いてててててて。よいしょ。よいしょ。あら、いや、なんとか。よし、脱出しましょう。いや、ウグイスがすぐ目の前にいます。すげえやぶになっちゃって、こんなに巨大に成長させてしまいました。ふい、いや、ゼンマイは粉吹いてですね、これで花粉症になりそうです。いや、もう竹で見えません。あ、なんかあったっぽいな。ほい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 。あー、怖い。見て、はい、マムシが出るところなんで、怖いんで早急に退散したいと思います。はあ、もうメガネが曇ってみえん。はい、とりあえずここから降りて、はあ、ほい、見て、もう 2,3 日放置してたら結構な量になっちゃいました。とりあえず今日いただけるとこだけいただいて、この沢は今日でもう終わりにするつもりでいます。昨日でしたね。昨日かな。まあちょっといいのが出てたんで、いただきたいと思います。いや、あの細い上ののはいいや。はい。太いやつだけ。おう。太いやつだけと言ってたらいいのが。結構ありました。うん、
さあどうしようか。ここよいしょ。はい、ちょっといわゆる一本線っていうやつが出てますね。はい、こんなです。GG を残してっていうのも結構難しいのがあります。取っちゃったかもしれないですね。よいしょ。はい、もう完全に私がなんか足で踏んじゃってますね。よいしょ。見えねえ。曇って。おお。ちょっと、極太ですよ。もし、もうこんなです。よし、もう帰らないと。はい、よし、あいて、おお、いやもうダメだ、捕まってられない。ボッコボコ落としますね、私。きっと。時間です。